妖精もいっぱい飛び寄るし、これは妖精を乱獲するチャンス。そう、変態みたいな格好になってしまった。あとは、あとはもうないんかな。私の勇者様、王家秘伝のレシピ。ハイラル城に眠る武器。暑さをしのぐ薬。これか、カラカラバザール。ひんやりの効果のある虫と魔物の素材。ん？ひんやりの効果のある虫。どれやろ。持っとったっけ？魔物素材はいっぱいあるんやけどね。これ？ひんやりヤンマ？これでいいってことかな？ってことはちょっとこれ、カラカラバザール行こや。行こや。これカラカラバザールよね。中間地点。あ、ちょうどあそこまでワープしていくとこないんか。へい。これで気絶させられるということが分かったけん。さ、行くよ。ゴーゴー。カラカラバザール。どっちの方が、こっちが合っとるっけ？あれ？あれか、カラカラバザール。オッケーオッケー。さあ、向かって向かって。あ、そっか、そういえば縦でやるって言ったっけね。砂ざらしの。なんか、すげえ簡単に捕まえれるようになったよね、砂ざらし。多少手荒な感じではあるけれど。でもこれでほぼ確実に乗れるけんね。前までめっちゃ苦労しよったけど。ん？ここ合ってる？ん？場所、合ってないよね。カラカラバザールじゃないよね。え？あ、砂ざらし。砂ざらしいない。やべえ。なんてことだよ。まさかここから。よし、これで、カラカラバザールに戻ってきた。ひんやりヤンマと、なんちゃらかんちゃら。カラカラバザール。ひんやり効果のある虫と魔物素材って言ったよね。新人もいなくなったことだし、安心して休んどってくれ。普通のベッドなら20ルピー、ふかふかのベッドなら40ルピーだよ。まあ普通のベッドで。普通のベッドだね。それでいつ起きてくるんだい？朝。寝過ごさないようにね。サボール。これでとりあえず、街の中におる間は平気よね、暑さとか、寒さとか。よく眠れたかい？気をつけていってらっしゃい。ほいほい、ありがとう、行ってきますよ。んで、ここに来たんはいいんやけど、ん？なんか変な音せんかった、今。何の音？え？気のせいかな？何だっけ？ミニチャレンジの、どこだ？え？どこ行った？あれ？これって、あー、そっか、そういうことね。街の人の悩みをすべて解決ね。んーで、あ、暑さをしのぐ薬。カラカラバザールのギネマは砂漠の暑さをしのげるというひんやり薬を探しているようだ。ひんやりの効果のある虫と魔物の素材があれば薬を作れるようだが、というやつ。んで、ここで、とりあえずひんやりの効果のある虫。ひんやりヤンマね。これを手に持って、で、もう一個魔物素材、多そうなやつ。こっち？毒ブリの牙で。で、これでオッケーかな。料理ポーチがいっぱいだと？どういうことやねん。私動画外で作りすぎたかな？やばいね。ちょっと待って。料理ポーチ開けなくね？あれ？待って。開けないんだけど。あ、開けた。あ、ほんとや、もう串焼き肉ありすぎた。やべえ。それじゃあ、ピリ辛薬なんだ？
ゴーゴー薬、串焼肉。そう、なんかね、集落とか行くのにね、なんか乗り込んだ時にすぐに回復できるようにいっぱい作っといたんやけど、こういう時邪魔になるんやね。そう、適当にゴーゴー薬、この辺の勝手に飲んどこっか。別に大してなんもないけど、ひんやり、あった、ひんやりヤンマと、ボコブリンの牙、これでいけるんかな。あ、待っていっぱい持っちゃった。二つ持っちゃった。減らせないのか、これ。もう一旦またゼロからってこと？ひんやりヤンマと、もう一個、ボコブリンの牙。さあ、これで、料理。一個ずつで大丈夫よね、多分。これで失敗したら朝食ないけど、お、ひんやり薬。厳しい暑さに耐えられる。代謝効果レベル1。体を冷やし、熱を外に寝かすことができる薬。砂漠の旅には欠かせない。さあ、これを、ギネマー。これ鳥のやつやったよね。ん？こいつこいつこいつ。すげえうなだれてるやん。グッピー。なに、大丈夫？死んでない？ん？おう。眠ってしまっていたようだな。寝てたのね。お、もしかして、薬をあげる。ほい。ありがとう。これで明るいうちに砂漠を渡れるよ。はい、これ、薬代。お、紫ルピー、50ルピー。やったね。ちなみにゲルド語でありがとうはサークサークって言うんだ。サークサーク。知ってる。ゲルドの街でのね、ミニチャレンジで結構聞いたから。なんか今めっちゃ水着歩きよったけど。昼間の砂漠がこんなに暑いなんて知らなかったよ。やっぱり何事も経験しないといけないね。まだ出かけないの？薬も手に入れたし、もちろんすぐにでも出かけたいところだけど、急ぐことはないし、明日からにするよ。これいかんパターンやない。明日やろうはバカやろうって言うやん。お、びっくりした。おらんなったんかと思った。溺れたんかと思ったんやけど、一瞬。一つまたクリアしたし、あとは、そう、バレッタちゃん。南西の方にあるという巨大化石を調べに行ったのも帰ってこないらしい。極所地帯。どこなの？バレッタちゃんどこにいるの？まあ、とりあえず思ったのが、どこだ？一旦あっちのゲルドの方にまた、ゲルドの街の方に飛んだ方がいいんかな？グコチセの祠。ワープ。で、ワープして、南西の方角。はい、来た、グコチセの祠。へいへい。んで、ここから南西の方向でいいってことよね。多分。これは、防具。普通の服とかでいいんかな？暑さはしのげるんよね、この服。ま、いっか。普通にこの辺の入り屋系でいこっかな。バシッと。ん？向こう。これか？違う、スノーブーツや。暑くて死ぬ。ん？これ？ハイリアのズボン、オッケー。めっちゃ暑そう。これも暑そうやね。いやー、なんか熱中症とかになって倒れそう。バレッタを探して。よし、これで、頑張って、行こうかな。南西の方角とは言おったけど、どこかしらさ、何？南西ってことは多分裏側の方よね。さ、頑張っていきますか。よし、またしてもとりあえず。ほい。
あ、ダメ、あ、いけた。ちょっと一瞬いけんかと思った。南西の方角。なんか前までさ、砂ざらしを捕まえるのにめっちゃ苦労しよったのが、嘘かのような。ね。あれは何？ちょっと待って、見えねえからそっち。あれは関係なかったんかな？南西の方角に巨大化石を探しに行ったって言ったよね。何巨大化石？どれ？南西ってことは、こっちの方向であったんかな？ただ単に西に行きよるだけの気もせんでもないけど。だってさ、地図を頼りにって言ってもさ、あの、バレッタを探してほしい人たち？バレッタを探してほしい人の位置が示されてるだけで、バレッタちゃんの位置が示されてるわけじゃないけんね。ちょ、あの、見えないんですけど。あれは魔物のとこかな？集落的な、あ、ですね。ですよねー。魔物のとこですね。待って、何が何だか全くわかんねえんだけど。え、なにこれ？私もしや砂嵐に飲み込まれている？これって砂漠ならではの天気とかじゃない？もしや。バレッタちゃん大丈夫？人のこと言えないけど、バレッタちゃん大丈夫？生きてます？なんかもはや地図が機能してないんだけど。これそのうちやむの？これ以上先に進めないとかあるの？これ。え？どういうこと？あ、もう砂嵐がきつすぎてっていうやつ。やばいね。これどういう天気？一応晴れは晴れなんか。晴れてねえよ、これ。もともとあっちの方には進めんってことなんかな。あ、ゲルドの大化石。この辺りや。なんか全くよくわからんけど、とりあえずうろついとったらたどり着いて。お、しかも祠あるし。ハワカイの祠。あれ何？ん？あれってあれじゃない。大妖精のやつじゃない。え、そうよね、多分。やべえ、ちょっと。妖精もいっぱい飛びおるし。これは妖精を乱獲するチャンス。ちょっとみんな逃げないでね。ひんやりハーブとかいろいろあるよ、この辺。お、来た、妖精。で、あと何匹いた？あと、この辺あれよね。いっぱい砂ざらしおるし。砂ざらしおるし、そこに祠があるってことは、祠までワープしてきたら、ね、もう目の前に妖精の泉があるっていうことだよね。嬉しい。ヘイ、2匹目ゲットー。さあ、そしてそっちの妖精もおいで。あー、ゲットできねえ。近づいてこいよー。全然降りてこねえよー。ビリビリハーブ。ここからやったら砂ざらしゲットして街の方向に帰ることができるんか。あ、よせ、おらんなったんやけど。おらんなりましたけど。ここもあれかな。使えるようになるまでになんか条件が あるんかな。またあの、ルピーをぶんどっていく感じの。ルピーをぶんどっていく感じの。ものよ。若者よ。私の話を聞いておくれ。いいよ。私は大妖精テーラ。かつてここは美しい泉だった。年々捧げられるルピーが少なくなって、力を失ってしまったばかりにこの有様さ。だからお願いだよ。少しばかりのルピーを恵んでおくれ。500ルピーもあれば十分。私が力を取り戻した暁には、きっとあなたの役に立てるはずだよ。さあ、ルピーを持ってるならさっさと私にお渡しよ。今度は美人かな。私が力を取り戻すには500ルピー必要さ。へい、どうぞ。うわ、ひったくったー。ありがとう、助かるよ。ああ、力が。
み投げってくるトウモロコシみたいな開き方やね、なんか。お、来た来た来た。さあ、どうなの？美人なの？そこが気になる。うわ。怖いんだけど。なんかパワーアップした感半端ないんだけど、何？怖い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 。髪の毛超もりもり。あ、ごめん、遊ばせ。うん、私は、大地の妖精、四姉妹の長子、テイラ。四姉妹なんや。あなたのご活躍、つぼみの中からずっと拝見しておりました。それはそれは東本清掃、蝶々発祥の大活躍でございましたわ。決して敵と言ってるわけではありませんことよ。私には全てお見通し、証拠に、今あなたが何を持っているか、見通して差し上げましょう。あなた、前置きはいいから早く服を強くしてくれって思ってますわね。思ってないよ、そんなこと。どうやら図星でございますわね。せっかちなお方。ええ、それでは強くされたい服をお見せになって遊ばせ。あなたがお持ちの材料次第で、私が服を強くして差し上げますわ。今の私なら、あなたの服、だいぶ強くして差し上げられましたよ。じゃあ強くしてください。まずは、入り明けよね。かしこまりました。じゃあ目をつぶって。うん、いやー気持ち悪い。気持ち悪いって言っちゃった。怖いよー。照れんなし。照れるの？お、入り屋のズボン。大妖精の力で防御力2段階アップやって。はい、一上がりでございます。他のはどうなさいますの？どの服を強くなさいますの？はぁ。できた。なかなかの会心作ですわよ。なんの、他の服も強くしたかったのですが、もう無理みたい。足りないのは服か素材か。もしかしたら妹たちの力も必要かと。それでは私、帰りますわね。ごきげんよう。豪快だな。豪快すぎるな。あと3人おるってことか。いやー、恋は、恋姉妹だわ。ほい、それじゃあ、ハワカイの祠、ん？てかさ、化石がどうたらこうたらって言ったのは、ここの場所じゃないん。バレッタちゃんいないんすけど。バレッタちゃんいないんすけど、肝心の。え、祠の中とかじゃないよね。わからんけど。とりあえず、祠に挑んでいきますよ。なんか久々な祠な気がする。まあ、でも謎解きは、真珠の中でずっとしよったけんね。ほい、来たよ。ハワカイの祠。ん？これも、つなぎるやつか。祠を訪れし者よ。我はハワカイ。メガムハイリアンナに置き、試練を与えよう。エレキの伝達。エレキの伝達。まあ、要は、これ、間違えた。これを使って、ん？これも関係あるんかな、もしや。え、関係ないんか。わかんねえ。待って、そこの歯車は動かせんのか。ふんふん。とりあえず、これを、なんだ、どこにやればいいんだ？あ、一応なんかバチバチなりよるけど。ちょ、待って。ちょ、待って。これを、あれ？なんもならんけど。ここじゃいかんのよね。え、待って待って。え、どこ？一応あっちにもあるんよね、箱が一つ。もう一つ。これで、こういう、当たってない？何もできんかった。殴るのは違うんか。ん？ここでバチバチ。うん、バチバチなった。これで、こっちを、あ、これでここに繋ぐ、お！一瞬なった。ん？くっついてないんかな？ちょ。これ、あれ？あ、一瞬。あれ？ビーンってなったのに。あ、これで。あ、いた。さあ、これで、あ、ずらした。あ、なるほどね。大丈夫なんやね。閉じるかと思ったよ。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。